こんにちは、細田歯科医院副院長の中原です。この動画を最後までご覧ください。バリアフリーになっておりますので、車椅子ベビーカーの方も安心して来院していただけます。治療だけでなく、予防のためにいらっしゃる患者さんや自分に合った歯ブラシ、島材を選べるように専門家がアドバイスをしておりますので、当院でしか買えない歯ブラシを買いにいらっしゃる方も多くいらっしゃるのが細田歯科医院の特徴です。院長先生は患者さんにとても優しく説明されていますので、患者さんから信頼されてとても人気のある先生だと思います。副院長は世界中で勉強されてきて、国内で講演活動などをされ、すごく知識が豊富です。何でもお気軽に聞いていただけると、何でも知っているなと実感していただけると思います。また説明が分かりやすいと評判です。細田歯科医院は地域密着でとても温かくアットホームな歯科医院です。患者さんから落ち着く怖くない歯科医院とよく言っていただきます。当院はドクターが複数おり、診療台が4台あるので、患者さんをお待たせすることが少ない歯科医院です。患者さん一人一人に使う器具は消毒滅菌をして、安心して通っていただけるように心がけています。また診療の最後には気持ちよく帰っていただけるように心がけております。水曜日、土曜日以外は朝の9時半から13時、午後は14時半から19時までやっております。水曜日と土曜日は朝活支援として、この地域では最も早い8時半からスタートします。患者さんは不安を持って来院されますので、安心していただけるように常に笑顔を心がけております。細田歯科医院は治療だけではなく、ずっと長く患者さんご自身の歯でご飯を食べていただけるように、予防歯科に力を入れております。口腔ケアを行う前には、お口の中の写真を撮影し、患者さんにしっかりと現状をご説明をし、今から何を行うかを理解していただいてから始めています。歯石取りではできるだけ痛くないように、気持ちをよく通っていただけるように心がけております。どうすれば自分の歯を長く使うことができるかを患者さんと一緒になって考えております。治療前に必ずじっくり説明をして、患者さんに理解してもらえるよう分かりやすい資料をたくさん用意し、納得していただいてから治療に入ります。また現状、なぜこのような状態になったのか原因を探して、そこから治療する根本療法を目指しています。細田歯科医院は患者さんのお話をよく聞くようにしています。またレントゲン説明模型などを使い説明し、患者さんにとって非常に安心できる歯科医院だと思います。私は地元の上小岩小学校を卒業し、様々な研修を経て地元に戻ってまいりました。当院は21世紀型総合歯科医院として、乳幼児から高齢者までライフステージを考慮した治療を提供するよう心がけています。
世間に氾濫している間違えた情報に患者さんが惑わされないように常に正しい情報提供をし、患者さんとよく対話をし、安心安全をモットーに患者さんに本当に必要な医療を提供することにこだわっております。しっかりと事前に説明することで患者さんに納得をしてもらってから治療に入っております。できる限り痛みのない治療を心がけております。私はこの地域で26年地域の方々に支えられここまでやってまいりました。その感謝の気持ちを込めてリニューアルオープンし、今後息子とともにより一層この地域の方々の健康増進のお役に立てるよう最後まで頑張ってまいります。虫歯治療から予防歯科インプラントまで幅広く総合的な治療を受けることができます。当院には正確な診断を可能とする CT レントゲンを設置しており、安心して治療を受けることが可能です。当院の特徴は予防歯科医療と全身の身体状態や姿勢とかみ合わせを考慮した治療です。また地域で一番早く診療をスタートし、皆様の活活を支援いたします。当院ではバリアフリー設計になっており、車椅子やベビーカーでそのまま診療室に入ることができます。そのためお子様連れの方も多いので、数多くのお母様に支持をいただいております。私たちは葛飾区江戸川区の患者さんにご満足いただけるようより良い診療を提供してまいります。細田歯科医へのご来院お待ちしてます。